こんにちは、吉松隆です。この度、ギリシャの音楽祭で私の作品を演奏してくださるということ、非常に光栄に思います。私は10代の頃に、オーケストラの音楽を書きたいということから、作曲家を志しました。その後モダンミュージックやジャズやロック、そして日本の伝統音楽などいろいろな音楽を研究したり聴いたりすることから、自分の音楽を、さまざまないろんな、編成で書いてきました。それはみんなちょっと不思議なタイトルを持った曲ばかりなんですけども、全て私の可愛い子供たちということになります。私のいる日本とギリシャはちょうど9500キロほど、距離があるということなんですけども、演奏家の方、素晴らしい演奏家の方々がその距離を超えて素敵な演奏を聴かせてくれると信じます。コンサートが始まりましたら、ヒゲの父親のことは忘れて音楽の子供たちの語り歌を、たっぷり楽しんでいただければと思います。